宇イカ同から1922年12月10日は、日本の国学者、家人、民族学者、木の国室群城、三スムラ也、村長、木板鍋藩品員頭取、和歌山県西室群職員、田辺銀行支配人、熊城茂里に国学を学び、番桜社を主催し、郷土の民話を採取した。天保8年8月26日木の国室郡上、 三スに生まれた。校下4年5月、坂本弥平や、兄勝之助に、修士、小島熊線に関石を学んだ。安政4年8月兄が死去すると、十月死死となり、文久元年4月上、三スム也に就任した。慶応3年1月聞いた鍋藩士、熊城茂里,里に入門し、明治5年4月まで田辺まで二里の童貞を通学し、国学、和歌を学んだ。 明治2年11月昭夜が廃止され、上ミス村長、下ミス村上祖村長に任命された。この時班に、寺院合併憲白書を提出するも、却下された。明治3年4月上、ミス村長を辞職し、明治4年2月田辺藩品院と踊り。4月上、ミス村長に復帰し、下ミス村上祖村長を兼任したが、8月再び、上、ミス村長を辞職し、 長瀬村長に転じた。明治5年3月品位は廃止された。明治5年7月和歌山県第七大区山、小区区長。1873年3月第七、大区副区長。1874年3月中、三村外五家村の寺社を借りて、小学校を開設し、教部省の命で、県訓導を兼務した。月第七大区小区となり、 1875年1月、和歌山県第22番中学区取締を兼務した。1876年3月、基礎改正調査係顧問となり、1877年11月県訓導を辞任した。1879年2月西室群職記となり、田辺町下屋敷に移住した。田所や宝蔵が所有していた田辺も月を参考に、 1880年2月、三輪園閣誌、5月水産園閣誌を編纂した。1883年1月東室郡初期に、転じて役所事務を整理し、3月西室郡に帰任した。1886年9月西室群に役所、第二課長となり、1892年10月第1課長に転じ、1899年12月第2課長に転じ、 課長を兼務し、1900年6月第2課長に復帰した。1889年8月際水害で、藍津川が決壊し、自身も被災しながら被災者救済に尽力した。この頃、茂里道門の田谷倍総、那須修道、那須総忠市、湯川徹ると万桜社を結成し、毎月課会を開催した。1896年高崎商風が、 湯崎温泉に来訪し、稼働について教えを受けた。1901年2月田辺銀行主配人に就任したが、1902年3月辞職し、もっぱら和歌を足しなんだ。1903年2月家徳を養子、上いぬいに譲って隠居した。1912年晩桜社を両白社と解消した。1922年3月人造をわずらい、 一旦回復するも、11月病床に不し12月10日午後5時、死去し、12日午後3時田辺町法臨寺に、葬られた。同月東宮行計のために寄贈した、熊野道屋坂ゆくみよの春に、アフアオニングサも花に桜むが、絶筆となった。法名は白喜び院改良成子寺幼名は三平。安政四年死士となった際に、国助と称し、 万円元年9月イミナを稼働とした。明治2年8月、スケジの禁令に伴い、安八郎と解消し、明治5年81郎と改めた。1898年3月戸籍名をイミナの稼働に改名した。死後、養子、ウイヌ蔵像が、遺構のうち3文を編集したもの。1936年当社印刷により、知人に反布した。田辺市立図書館所蔵。 1925年、西賀定次郎が、柳田栗尾に一部を紹介して、山の人生に言及され、民族部分の出版を流されたが、未だ全体の交換はされていない。神武天皇後藤清純六校から1899年、第八集雑誌連載。波の木図から1890年五郎作。無題、室子を名称し、女百人一首から1910年作。 悲哀百人一首から1910年頃作。無題から1907年頃成立。無題から1904年頃作。無題、斉藤武蔵坊、弁慶自席公。我が家の優勝無題ぬいぐらが、遺構の内因文を編集したもの。1923年初編。1931年、第二編刊。慶応三年から1922年までに読んだ。 単価約12,300種のうち1,835種、超価127種のうち20種、戸同六67種のうち17種、今用価40種のうち12種、気候分1章を収録する。本性は、小み氏。ありがとうございます。